Hi everyone, it's Kazuha. Welcome back to my channel, Listening Class number 5. If you haven't watched number 1 to 4, please watch them. Today's topic is gonna be blood type. Why I wanna talk about it? Because it's really important for Japanese culture. You should know, especially when you go to Japan. You can talk about blood type with Japanese people. They will love to talk about it. Anyway, same as usual,I'm going to make two videos. The first one for beginner level and the second one is for intermediate and advanced level. But I was thinking maybe beginner level people should watch from video for intermediate and advanced level. Of course you don't understand. It's okay. It's normal. Like, oh, I didn't understand at all. Oh, it's so far away from my position, my level. Don't feel this way. But,You can listen to the faster pitch, faster speed, which is native speaker Japanese speed. And then you can listen to the beginner level. So maybe it might be easier, right? Maybe you should listen to both videos. Can you try different way? And please let me know. Sorry, one more thing. From this video, I'm gonna talk of only one topic, so the video is not gonna be too long. Sorry, the previous videos was a little bit longer, too long. So I'm gonna talk only one topic, okay? All right, so let's get started. Okay, じゃあ始めましょう。今日は血液型について話します。なんで血液型の話をしたいかというと、日本人は血液型の話が大好きです。人の血液型をすごく知りたがります。私もよく話します。まず、あなたは自分の血液型を知っていますか？実は知らない人もたくさんいるんじゃないかと思います。ちなみに私は O 型です。日本では血液型で性格とか相性を決める面白い文化があるんです。まず A 型の人の特徴、例えばね、汚いのが嫌い、掃除が上手、片付けるのが上手、こういう人ね、几帳面と言います。あとはね、真面目、恋人とか奥さんがいたら浮気をしない、旦那さんがいたら浮気をしない、努力家などと言われています。次、 B 型。 B 型の人はマイペース、ちょっと怒りやすい、わがまま、ファッションがちょっと派手、人と違うことや物が好き、クリエイティブな人、明るい性格、時間を守らない、好きなことがあったりしたらすごくハマるなどと言われています。次は AB 型です。あなたかな。寝るのが大好き、のんびりした性格、ちょっと変わっている、他人にあまり興味がない、気分屋、クリエイティブ、マメな人、起伏にアップダウンがある、優しい、二重人格、シャイ。いっぱいありますね。さて、私は O 型です。どうでしょうか。明るい、はい、私明るいよね。明るい、人の悪口をよく言う、言わないようにしています。私はね、アウトドアが好きじゃなくてインドア派。これは違うな。私はすごくアウトドア派なのでインドア派じゃないです。違うね。誰とでも仲良くできる、人見知りはしないですね。私は時間を守らない、守ってないな。甘えん坊、はい、甘えん坊です。騒ぐのが大好き。パーティーガールってこと？まあそうね。大好き、騒ぐの。どうでしたか？あなたの性格と合ってましたか？日本人は好きな人や
友達との相性も血液型で考えたりします。例えば AB 型と B 型はあまりいい相性じゃないとか、 O 型の人は基本的に誰とでも仲良くできるとか言われています。だから友達や好きな人の間で必ず血液型の話になります。もちろんでもこれはただの血液型なので、必ずみんな同じこういう性格だっていうのはないし、まあこれはただ言われているだけ。でも日本の文化の中では必ず話題になる話です。もし日本人の友達がいたらぜひ血液型の話をしてみてください。多分ね、喜んで話してくれると思いますよ。あなたの国では血液型の話を友達や家族や他の人と話したりしますか？教えてください。 Okay, how was it? Was a little bit difficult? I guess you learned a lot of new words today, so you can write down, okay? And if you couldn't catchwords, there's a script down there, so please take a look. Okay, and digital level people, it's okay, it's normal, you didn't understand, it's okay, don't worry. So next one for digital level. Alright, so let's get started. では始めます。今日は血液型について話します。なんで血液型の話をしたいか、なんで日本人は血液型の話が大好きです。人の血液型を知りたがります。まずあなたは自分の血液型を知っていますか？私の血液型は O 型です。 O 型です。日本では血液型で性格や相性を決める面白い文化があります。まず A型の特徴、A 型の人は汚いのが嫌い、掃除が大好き。こういう人のことを几帳面と言います。そして真面目、恋人や奥さん旦那さんがいたら浮気をしない、努力する人などと言われます。そして次 B型の人はマイペース、怒りやすい、わがまま、ファッションがちょっと派手、人と違うことやものが好き、クリエイティブな人、明るい人、時間を守らない、好きなことがあったらすごくハマる、だそうです。次ね、 AB 型、寝るのが大好き、のんびりした性格、ちょっと変わっている、他の人にあまり興味がない、クリエイティブ、気分やまめな人、気持ちにアップダウンがある、優しい、シャイ、 OK。 さて私は O 型です。
どうでしょうか。明るい人。明るいかな、人の悪口を言う。人の悪口を言わないようにしています。よくないね。アウトドアが好きじゃなくて家が好き。誰とでも仲良くできる。そうだね。ちなみに私はアウトドアが好きです。家は好きじゃない。違うね。時間を守らない。守ってないかな。甘えん坊。甘えん坊です。騒ぐのが大好き。パーティーガールだね。はい、騒ぐの大好き。イエーイ。どうでしたか。あなたの性格と合っていましたか。日本人は好きな人や友達との相性も血液型で考えるんです。考えたりします。例えば AB 型と B 型はあまり仲良くないとか、 O 型の人は誰とでも仲良くできるとか言われています。だから友達や好きな人の話で必ず血液型の話になります。もちろんこれはただの血液型です。必ずみんながこういう性格だというのはないですよ。でも日本の文化の中では必ずトピックになる話です。もしあなたに日本人の友達がいたら、ぜひ血液型を聞いてみてください。多分喜んで話してくれると思います。あなたの国では血液型の話を友達と、友達や他の人と話したりしますか。教えてください。 Okay, it was easy, difficult. What did you think about the video? Please write in the comment section. Thank you so much for people who always write and give me the comment. Thank you. Thank you for your support. All right, see you next week. Study hard. Watch the video many times. Listen. Don't forget to subscribe to my channel, please. Bye bye.